今最後に歌ってくれた秀樹なんだけど、はい、この辺がなんとなく汚れっぽい感じ。なんかね、テレビをご覧の皆様からね、なんか腹の下に線が見えるって言うんですよ。 そのことに関しては後ほど説明をしていただきたいと思います。パンパンでございますよ。ヒゲ剃りがなかっただけの話なんですよ。なぜ秀樹がそのひげを生やしてるか。あのね、これです。後楽園で2年連続雨降りましたからね、はい、せめて、大阪球場は晴れにしたいと思いまして、むさ苦しいと思いますけど、23日まで勘弁、はい、つまりだから当日はね、多分晴れると思いますと。参りましょう。夏はいつ終わるんでしょう。全然来ませんね。エンドレス様、どうぞ。うらばらの上二人で駆け抜けて、好きかと一言尋ねたい。あなたは愛の行方を恐れて、このまま結ばれて生きたい。あなたはもっと綺麗になるだろう。今年の夏は道しを帰れなくなりたい。あなたのすべて奪って目を閉じて、好きかと一言尋ねたい。泣かせることがたとえあっても、あなたは心も体も。潮風白いカモメにこの愛を誓おう。あなたはもっと綺麗になるだろう。今年の夏は綺麗になるだろう。今年の夏は終わらない。一度経験してみるといいでしょ。こういうのも経験はいいんですけどね、手をどこに置いていいのか、足をどういうふうに踏ん張っていいのか。あのですね、これね、はい、昼間は怖いんですよ、うん、で夜は多少景色が暗くなりますからね、うん、その分だけ、恐怖は少なくなります、うん、ダメですか。
まだそんなに上がってないですよ。でもよくでもこれで歌ったりなんかできますね。もっとこれ暴れるんですけどね、これで。どうぞこちらの方に。あ、いい、もういい。いやいや、どうぞ動いてください。そんな。最初のこっちだって声なんか出なかったんじゃないですか。いや、そんなことないですね。やっぱりもうそののしかかる責任というのが重くて、うんうん、そんなこと言ってられませんよ。はい。どうですか、でもこの雨の中で今リハーサルやりながら迎える本番、今の気持ちは。そうですね、やっぱりとにかく安全がね、うん、第一ですからね。安全進行でとにかくショーアップしていきたいと思ってます。まあ雨がねとにかく止んでくれれば、まあ、僕としては最高なんですけども、うん、とにかく皆さんにね去年もそうでしたけど、雨降ってまた風邪ひかれるとね大変こちらの方が責任が重くなりますしね、うん、そういう意味では本当に雨上がってほしいですね。電球がなんかさっき聞きましたら、なんか600とか800用意してるんだそうですね。約600だと思いますね。はい、だいたい、うん、そうですね、600ぐらいですね、うん、危険な仕掛けなんかあるんですか。いや、危険なことはいないです。一応注意を、まあ、してやってますからね。明らってやってますから、一応安全進行ということが、まあ、もっとやってますからね。見た目ではちょっとこうわー危なそうに見えるなっていうのはありますけども、それほどじゃないです。割と皆さんね、スタッフの方も、年には年をね重ねてすごくチェックしてくれてますから、その点は安心してショーを行います。さえつけようとする、確かに俺を強い力で身動きさえできない。今ご覧いただいたのが先週の金曜日になさった後楽園でのコンサート、はい。ちょっと皆さんに聞いてみましょう。後楽園のコンサートに行った人を返事。
生きたい。あなたはもっと綺麗。